シアです。今日は織り機に縦糸を張りながらちょっとお話をしてみようと思っております。でこの縦糸のね張り方はまたいろいろな動画もありますし、ちょっとお試しで貼ってみたりしているので、出来上がりどうなるかでまたね、この貼り方が OK だったかどうかが分かるかなと思います。よいしょ。で今日はねこれを貼った後にちょっとご紹介したいものがありまして、開封動画になりますかね。とあと開封とあとちょっとね最近ねハマっているものというか、ヒットしているものというかをご紹介したいなと思います。この織りで作ろうと思っているのはまたねコースターですね。どんな柄になるかなってちょっと楽しみにしながらどうと思ってます。編み物もしてるんですけどね、ちょっと家でゆっくりする時間があるときは織りを最近はよくしてますね。で最後白をよいしょ。あ、これでね使っている糸は浜中さんのホーム、オーガニックコットン 100%。 こっちは緑ベビーカラーなんで、色番302番、これベビーカラーね。でこれがこれももうだいぶ使い込んじゃってるんですけど、オーガニックコットン、むく綿ベビー、色番は411番を使ってます。これがね結構やっぱりしっかりした糸なんでしょうね。縦糸に使っていますね。私はね基本この浜中さんのフォームを今のところは縦糸にして使っています。いいかな。縦糸も張り終わりそうですね。結構ね織りのお話をすると、私も昔やってましたとかね、いろいろ持ってますとか、倉庫に織り機が眠ってますとかっていう話もよく聞くんですけど、ぜひね織り仲間が増えてくれると嬉しいななんて思っております。よいしょ。この木枠もね、これもおもちゃの織り機なんですけどね、結構なんかたくさんね、コースターだったらこの幅に2枚折れますね。こっち側とこっち側とで2枚折れるようになると思います。よし、縦糸完成。今回は根粒ちょっとね白というか、このきなりと緑と、きなりと緑とってちょっとしましまにして、どういう柄が出るかななんて楽しみにしながら折ってみたいなと思ってます。で今日を
ご紹介したいものがですね、まず一つ目はもうこれはもうちょっと簡単にと言いますか、じゃんじゃん、わかりますか、これインクです。パイロットさんの色しずくっていうインク、万年筆とかにね使えるようなインクの水玉っていう色ですね。水玉、かわいい名前でしょ。なんかいろんな色の名前がありましたね。夕焼けとかだったかな、なんかあって、水玉っていう色です。これね、綺麗な緑色で、もう一つがじゃん、見えますか、これもパイロットさんなんですよ。これ万年筆ですね。ここにちょっと書いてあるんですけど、色写し、光って見えないかな、色写しっていうペンです。でこれ、ここの透明だからってここにインクを入れるわけではなくて、こうやってつけながら書くんですけど、でつけて水洗いピピピッとしてちょっと拭き取ったら、また違うインクをつけて書けるよっていう万年筆ですね。これね、樹脂なんですけど、ここがすごい軽くって書きやすいんですけど、私ガラスペンがちょっと興味があって、すごいキラキラで綺麗なのでなんですけど、ちょっと割高でガラスペンが、なのでちょっとどうかなと思ってて、万年筆も高いしなと思ってたところにこれを見つけまして、買ってしまいました。ちょっと書いてみましょうか。よいしょ、こうやってちょっと書いてみますね。あまり字が上手じゃないので書けるかな。すっごい綺麗な色なんですよ、色がね。感じです。ちょっと字が汚いのは置いといて、こんな感じの書き心地、書き心地もねすごくいいです。これは細いタイプ、もう一個太いタイプのペンもありました。なんか字を書いたりね、お手紙書いたりする人なんかは、私あまり豆じゃないので、筆豆じゃないからお手紙あんまり書かないんだけど、書いたりする人なんかはすごくいいかも。でこのインクはね、かわいいし、なんか入れ物がおしゃれなインクもたくさん置いてあって、文房具屋さんにそれ並べておいてるだけでもかわいいなと思ったりしながら、1個選んでこの水玉っていうすごく綺麗な色のインクを買ってきました。ね、すごくおすすめですね、これね。ぜひお手紙好きな方はちょっと文房具屋さんで見てみてください。はい、ではちょっとここ片付けますね。次はね、ちょっと本当に本気の紹介したいものがありまして、実はじゃん、また宅急便コンパクトなんですけども、ちょっとね、皆さんご存知だと思うんですが、手染めの糸をね販売されてる、フィールフリーヤーン、ね、合ってるかな、フィールフリーヤーンっていうお店をされてる朝のりさん、インスタグラムや YouTube もされてますね。よくライブとかでもね、いろんなお話されてる方なんですけど、その朝のりさんが手染めされてるのでね、いつか私が
こう作ってほしい糸、色の糸お願いできると嬉しいなって言ってたら、速攻で作ってくださったんです。で、イメージだけ先にちょっと言っておきましょうかね。イメージをね、よいしょ、見えますか、こんなんできるでしょうかって言って、イメージ、ベージュみたいな色というか、きなりみたいな色に黄色とか緑とか黄緑とかオレンジとかのポツポツを入れてほしいですって、できるかなっていうのを相談してるんですね。で、作ってみますって言って作ってくださって、これを送ったその晩の日、今の絵をね、DM して送ったんですけど、その日のうちに糸を染めてくださったんですね。で、2かせ私購入させていただいて、で、こうその上げてる、あの染められてる様子とかもね、逐一速報で送ってくださったりして、で、すごいね、もうこれ編めないかもって思うような糸ができてる気がします。まだ見てないんです、実は。で、速攻送ってくださって速攻届いたんですが、ちょっと私の都合で開けれなかったんですけども、ちょっと開封してみようと思います。じゃ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 ん、かわいい、ですね。あ、マルヒアカラーって書いてくれてる、嬉しい、マルヒアカラーだって。見てください、2かせ買いました。バイオ、あの土に帰る分糸なのかな、あの環境に優しい、いや、触り心地も最高ですね。もう1個も出しちゃおう、見てください、すごい、あのオレンジ、黄色のね、黄色の粒々がちょっと乗りにくいなっておっしゃってたけど、綺麗に乗ってる、すごい可愛い、なんかイメージ通りです。早く編みたいな。でもね、私あのカセクリキ持ってないから、ちょっと大事に大事に玉にしないといけないので、ちょっと考えます。かわいい、かわいい、かわいいです。なんかきなり ベースをね、きなりにしてほしいって、ちょっとあの真っ白のこう糸、ザ未染色みたいな糸でもよかったんですけど、とそれよりちょっと若干そういうこう、あの色じゃなくって、ちょっと自然なというかのベースがいいなってお願いしたんです。きなり、私のきなりはこんなイメージですっていうお写真と一緒にこう送って、で、そしたらきなりって難しいんですって、意外とっていう話をされて、そうなんだと思いながら、でもすごいいい感じになってますよね、なんか自然な色味でね、かわいいです。どうしよう、なんか早く編みたいけど編むのがもったいないっていう感じもするし、皆さんどうですか、ちゃんと写ってるかなね、ぜひあのもしね、マルヒアカラーってオーダーしたら浅則さん作ってくれるのかな、ちょっともしよければ皆さんマルヒアカラーで靴下編みませんか、すごい可愛いです、すごい可愛いこんな、なんか私の思った通りに染めれるもんなんですね、
私はあの染めを本当に今あのちょうどね、お日様で染めようかるちょっと参加したいなと思って、それでこう息子と一緒に染めをやろうってしてるんですけど、それ以外で染めってやったことがないから、すごい可愛いです。なんかこのまま飾っときたいですもんね。飾っとこう。そうそう、朝森さんの YouTube にこの糸、本当にまさにこの糸を染めて、いろいろね試行錯誤しながら染めてくださってるあの動画が上がってますので、どんな感じでね染められてるんだろうってあの気になる方、ぜひぜひ、気にならなくてもぜひぜひあの見ていただきたいですね。なんかねすっごくねいろいろ考えて染めてくださってて、あの染める方いろんなこと考えながら染められてるんだなっていうのを改めてなんか感謝しましたね。本当に嬉しかったです。その動画もぜひあの概要欄にね貼っておきますので、ぜひ一緒に見ていただいて、ぜひねこの糸がね生まれた経緯をねあの皆さんと共有できたらとっても嬉しいですね。すごい可愛いですよ。ほら、私の好きなビタミンカラーがいっぱい散りばめられてて、なんかねこの散りばめる分も私のオーダーっていうかお願いしたのが、このポツポツはね多すぎず少なすぎずって言ったんですよ。一番難しいって言われちゃってねそりゃそうですよね。どのぐらいが多いのかどのぐらいが少ないのかも人それぞれだろうし、でもなんか朝森さんのセンスに任せてて大丈夫なような気もしましたしね。すっごい可愛い、本当にぜひぜひ皆さん、もしあの朝森さんのとこでねお糸購入される時にあのマルヒアカラーでって言ってくださったら、もしかしたら染めてくださるかもしれません。あーかわいい。ということで、今日はちょっと後ろが騒がしかったですけど、縦糸を張ったりちょっとねペンを紹介したりしながら、最後本当本命はこれです。フィールフリーヤーン朝のりさんの手染め糸のお店のご紹介と、マルヒアから染めていただいたよっていうご紹介をさせていただきました。はい、ぜひ皆さんお店覗いてみてくださいね。ではまた。